こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、花山さん、ビジネスをやれば人が成長する、明るい言葉ですね。しかしビジネスをやった人のほとんどは失敗するわけなんですよ。失敗も成長の一部といえばそうなのかもしれませんけども、私はね、別の視点を持っていて、自分の希望が叶えば成長なんて別にしなくてもいいなと思ってるんですよ。もちろんね、結果的に成長する可能性が大きいと思いますし、できないことができるようになるのがビジネスの過程で起きることだと思うんですよね。でも考えてみると、ほとんどの人がビジネスやってるわけですよ。ビジネスの選択肢の一つとして就職するっていうものを選んでると思うんですよね。自分のビジネスは就職したあの会社の中にある、これも十分尊重できることなんですよ。となるとですね、じゃあ、ある程度の時期が来ればほとんどの方は何らかのビジネスに関わってるのに、なんでうまくいかないんだってことですよね。なんで自分の思ったような収入すら上げられずに、なんでビジネスをやってるのに将来の不安があるんだということでございます。まあ言ってみれば、将来の不安があるからビジネスに取り組むってこともあると思いますけども、じゃあほとんどの方がね、思い通りになってないわけですよ。ビジネスをやってるのに、これって成長してるんですかねってことになります。つまりこれはですね、一定の成果を出した人がビジネスで成長できたっていうふうなことは十分認められるんですけども、ビジネスをやっていろいろやった、成長した、でも自分の希望は何一つ叶えられなかったっていうところにも、やっぱりね、冷たい姿勢を送らなければなりませんね。冷静にってことですよ。ほとんどの方が寸暇を惜しんで、キャッチボール、ランニング、走り込み、腕立て伏せ、バッティング練習、守備練習やりますよね。そして誰一人サボることなくやったところで、優勝できるチームって1個なんですよ。ね、2つのチームが戦って勝てる方は1個なんですよ。これ何なんですかね。つまり成長したからといって、成長には相対距離がありますから、他の人がもっと成長していったら、 100% 自分がやったからといって結果は必ずしも温かくないってことなんですよね。皆さんも体験したことがあると思います。やるだけやったんだけども、でも結果はがっくしみたいなね。言ってみればね、このビジネスで成長できたとかね、いろんなことがあって、あの失敗も今に生きているっていうのは本当にその通りな部分が多いんですけども、所詮歌方の勝利に酔った人の自己陶酔でしかないっていう言葉もあるんですよね。だから、あ、自分は何かをやり遂げたのかなと思った瞬間、足元をすくわれる、油断が生じるってことなんですよ。初心が大事ってことでしょうかね。で、私はね、前回の動画でも言いましたけども、いろんなことがあったけども、全部ね、誤差の範囲でしかないなっていう、大成功も大失敗もしたことがないと私は思ってるんですよ。いや、このぐらいのことは誰でも体験するでしょうみたいなことしか私は体験してないと思いながらここまで来てます。まあ、ですんでね、ホームレスになったことも、最初に月収100万上げたことも、網戸で稼いだことも、ハワイで衣装を売って、2万円稼いだこともね、全部誤差の範囲で、いや、このぐらいのことを誇るような体験じゃないと思うんだけどなと思いながらお話しすることがあります。そして最近は隠居生活と言いましてね、こうやって YouTube をたまに上げるだけで、随分と、十分な暮らしを送らさせてもらってますし、将来の不安がないかって言われればないことはないです。でもその将来の不安っていうのは、どちらかというとね、収入の不安というよりも生活の不安というのではなくて、戦争が起きなきゃいいのになとかね、他国が日本を占領しなければいいのになっていうふうな、個人的な心配とはちょっと離れた公な心配事ですかね。まあ、私がだから成長って言葉を使って何かを言うとすれば、自分が考えてる範囲が広がったってことかなと思うんですよね。以前は自分の暮らしのことで精一杯でした。自分の暮らしが何とか成り立つようになると、自分とそれに関わる家族のことの心配事になりました。まあ、それも何とか心配なくなると、地域に対して興味が出てきて、まあ、今年は町内会長ね、昨日退任したんですけども、町内会長をやりました。要するに自分の住んでる町に対して心配事が出てきたんですよ。そして自分の住んでる国、日本という国が本当に健全にこのままやっていけるんだろうかという心配事に今なってきたってことですよね。だからこれが私の思考の成長かなと思いますよね。個人的なことではなくて、公に対して意識を向いてくるっていうふうな形ですか。で、ビジネスを私がいろんな方にお勧めしているのも、
だって自力で稼げるようになった人は増えた方がいいですからね。特に40過ぎてビジネスでトライしてみてなんとかうまくいったって人が私なんですけども、そういう人が増えればいいなと思ってるんですよ。ですのでビジネスのノウハウをねちまちま売ってそれで儲けて自分の暮らしを成り立たせようっていうことではないんですよ。よく言いますけども、私もね速稼塾ってのをやってますけども、30年ローンやってるわけです。30年ローン鼻が詰まりますね今日はね。もう私の人生が詰まってるかもしれないですね。だから30年ローンをして頭金さえ入れればっていう振り込みでやってるってことは、もう必ずしもね皆さんから集めたお金で自分が生計を立ててるわけじゃないっていう証明でもあるんですよ。もちろん家のローンもねもうありません。で最近はですね生活保護受給者の方も速稼塾の動画を見てくださるんで、じゃああなたの立場で収入をプラスにしようと思ったらこんな方法がありますよってことをお話しして、で順番にね一人ずつそれ実現してくださってますからね、だから1000円2000円と稼いでね、でその金額を銀行振り込みするのか手渡しの茶封筒にするのか、それともペイペイで払うのか LINE ペイで払うのか、いろいろ方法ありますよね今の時代、あとはもう工夫してください。私はねその辺のことを細かく言いません。なぜなら不正を斡旋しているというふうにね取られてしまったらこの活動自体がまあちょっとおばあさんになるからですよ。でもやってることは不正じゃないですよ、やってることは不正じゃないです。そっから先はね想像してください。で生活保護に関してですけども、新生活保護っていうね政治団体を結党してですね、そっからまたスタートすることになると思いますけども、言ってみれば余計なお世話でしょ。私が別に生活保護を受けたいわけじゃないですからね。ただ今生活保護を受けてらっしゃる方の内情があまりにもひどい、だから生活保護を受けてない立場の私から、いやこの生活保護の支給要件はないでしょうみたいな声を上げていければなと思ってるんですよ。もちろんね今日もねライブ中に無理だって言われましたけど、無理ですよ。無理だからやっていかないと、それが私のスタンスです。だって無理じゃなかったらすでに実現してますよね。世界平和になりますようにとかね、核兵器がなくなりますようにってみんな思ってるけども無理でしょ。でも運動なくなりませんよね。だからそれが私たちのやることじゃないかなと思います。無理だと思ってね立ち向かう人がいなくなったら、それこそ支配者の思うがままです。今は無理でも少しずつ突き動かせるものがあると私は信じてるんですよね。まあそれが私のいわゆる成長なのかなと思っております。はい、じゃあ今日の動画をまとめます。ビジネスが人を成長させるということはみんなが成長しているに違いないんですけども、ただ成長には相対距離があります。そして一番の人だけしか夢をつかめないとしたら、ほとんどの人の成長は無に終わるということですよね。でもその無に終わるものを覚悟してでも、無理だと言われながらも挑戦する以外にないじゃないですか私たちは。ということでございます。いってらっしゃい。